はい。ハッピー世界線の皆様、こんにちは。竹千代です。今日も手帳対応していきたいと思います。え、早速なんですけれどもね、可愛くない <laughs> <laughs> これで、ね、えっ、ー、と何かっていうと、昨日セリアに行ったらさ、あのお弁当箱のね、ランチボックスのゴムバンドみたいなものが売ってて、なんかこれ以外にも茶色いクマさんとかさ、パンタさんとかいたんだけれども、このさ、ピンクのクマさんにさ、ビタピンめっちゃ合うんじゃねえと思って、ビタリータのピンクね、めっちゃ合うんじゃねえと思って、まあ、とりあえずそのサイズ感とかさ、そのゴムバンドがどのぐらいの大きさで、どのぐらいのものまで止められてっていうのは、まあ、 わからないとして、とりあえず一つ買ってみようと思って、一つ買ってきたわけですよ。でね、帰ってきて、すぐにさ、もう昨日午前中、午後すぐ出かけて、で、夕方頃にはもう帰ってきて、でさ、こうやってパーってさ、やってみたらさ、めっちゃ合うーっていう話になり、え、で、こうなってくると、M5 を使わなきゃと思って。<laughs> 昨日でもひたすらね、なんか英語サイズと M5 サイズの活用法とかをね、いろいろね、考えておりました。まあ、なんかそれ以前にさ、えっ、ー、と、英語に一元化しようしようとは思ってたんですけれども、まあこうしてね、また M5 とのね、えー、再会というか <laughs>、きっかけをね、与えてくださったので、一応このゴムバンド自体は、もうこんな普通何の変哲もないゴムバンドですね。 こんな感じでございます。どうミニ6とかどうなんだろうね。やっぱり M5 がちょうどいいと思います。ミニ6になると多分皮によってはね、結構このゴムのね、部分が強いから、もしかしたらその、この、こうね、表紙とかさ、この裏の部分ね、がふにょんって結構曲がっちゃったりするかもしれないです。で、ビタリータに関してはまあ柔らかめの皮なんで、 まう、あ、多分すっごい長時間ね、ずーっとつけっぱとかそういうのしてたらやっぱり癖つくけど、普通になんていうの、手帳をこうやって止める分には別に外してね書いてる分にはね、日常使いしてる分にはそんなにね、えっ、ー、と癖はつかないんじゃないかなと思います。なんで、昨日 M5 をね、またこうやってね、マンスリーだのウィークリーだのいろいろ移動させて、で、あとはこのね、メモ帳ね、いろいろ入れました。 だからさ、昨日さ、その英語サイズとさ、M5 サイズの活用法ね <laughs>。まあ、第一にね、まあ、なぜ私は一元化がしたいのかっていうことなんですけれども、でそれについて考えたのよ。なんで私はこんなに一元化したいんだろうと。でも、まあ、よくよく、よくよくっていうか、もう普通に考えてね、考えたときに、なんで一元化したいかの単純な理由はさ、 本当に面倒だからなのよ <laughs>。これがさ、全然苦痛にならない人はさ、分冊してさ、いろんなね、ミニ録使ったり、絵も使ったり、バイブル使ったりで、それで分冊して、役割分担してっていうことはスムーズにできると思うんですけれども、私の場合ね、あの、なんか何をどこに書くって決まってたとしても、それを、その手帳を開くのがめんどくさくなっちゃうから、だったら、もし一元化できるんだったら一元化したいっていうことと、あとプラスね、 あの、役割分担がもう明確に決まってるならさ、いいんだけれども、例えばなんかさ、レシートを貼るとして、このレシートを別に m 語にも貼れるし、英語にも貼れるようなってなるとさ、どっちに貼っていいのかっていう迷いが生じる場合があるじゃないでそういうなんか、判断をさ、いちいちするのがさ、それもそれで面倒だなっていうことで、だったらもうその一元化してたらさ、これに貼るしかない、これに書くしかないから、迷いの時間がなくなるじゃん。そういう判断とかを、えっ、ー、と、なくす無駄な判断をなく すたためにも一元化がいいかなと思思っってて思ってたんで、すよ <laughs> で次のページね。どちらにまとめるのがいいのかっていうね、これフリップみたいに使ってるけれども、そう、英語と M5、どちらの方にまとめたらより、えっ、ー、と、快適にね、自分は手帳を使えるのかどうかっていう考えたときに、そもそもさ、m 語と英語って役割ね、 役割が違くねえかっていう話になって、まあ、英語サイズっていうのは、もう本当にさ、そのチラシだの、広告だの、なんか紙物だの、シールだの、何でもかんでもさ、その思い出とか、その買ったものとかのビジュアルをすべて残しておく、そういう,、えー、もう要素と、あとは、でっかい紙に書くことによって自分の ちょっとしたね思考の種みたいなね、その種を開花させるみたいなことのために筆記面積が大きめの A5 サイズっていうのはすごい自分の中で役に立ってるっていうか活用できてるんですよ。で、ところ変わって、 えっと、持ち運びのことを考えると、英語サイズっていうのはさ、やっぱでかいからね。でかいから別にバッグにさ、あのバッグはたいでかいから、その入らないことはないけれども、もしね、その荷物が結構重い場合において、英語サイズってなると、あと身軽に行きたいところとかね、あるじゃないですか。そういうところの場合、英語サイズはちょっとその持ち運びの、 うんと、不便さっていうのね、がネックになってくると。まあもちろん、英語サイズの中でも私が今使ってるね、あの、マイミクさんみたいなさ、15ミリリングっていうのは割と、この15ミリリングね、っていうのは、もう割とね、この薄いし、あの、他と比べて軽いしね。なんで、持ち運びについては、そこまでね、ま正直すっごい大変なわけではないんですよ。 まあ、私の体感で言ったら、システム手帳の英語サイズだと、もう20ミリ以上のもの 19ミリとかも入るか。19ミリ以上、20ミリ以上のものでパンパンになってくると、なかなかこれがね、えっ、ー、と、骨が折れる。<laughs> というか筋トレみたいなね、重さになるので、20ミリとかまです25とかなまでいっちゃうとね、本当にね、重いですね。本体もすごいでかくなるしね、リング系が大きくなるイコールさ、このさ、背中の部分もさ、こうやって膨らんでくるじゃん。で、このサイドのね、覆ってる皮の方も大きくなってくるので、なんで25ミリ以上になると、ほんとなかなかどうしてこう筋トレ感がね、 舐めなくなめくくってくるんですけれどもでところ変わって M5 サイズね。M5 サイズっていうのは、まあ持ち運びはね、抜群にしやすいんですよ。なんつってもさ、この手のひらサイズだからね。この手のひらサイズなんで、あのー、ちょっとしたね、ちっちゃいバッグ、それ、それこそサコッシュみたいなね、ちっちゃいポーチとかにも入ると。で、えなんで、相棒感とかは正直めっちゃ出ると。で、えっ、ー、と、その、しこ 英語をうんぬんで考えた時に、なんか考え事をうんぬんで考えた時に、英語サイズはその思考の種をさらに広げるっていうね、えっ、ー、と役割。私の中ではそういう役割なんですけれども、じゃあ M5 は何かっていうと、もう頭の中である程度考えがまとまってるようなことね。例えばさっきもいろいろ書いてましたけれども、なぜ私は手帳を一元化したいのかとかね、どちらにまとめるのがいいのかとかね、 そう、ある程度なんかその方向性、考えの方向性とか答えがね、ほぼほぼ決まってるものを改めて言語化するってなった時に、M5 はこうやってフリップみたいに使えるからさ、こうやってね、フリップというか、なんていうの、そのパワポで言うところのさ、あの、一枚一枚のあれあみたいな、あれみたいに使えるから、そういう点では思考を広げるのは英語。ただ、えーっと、思考を、えま、 そのまとまった思考を改めて言語化するっていう場合は、M5 とかね。そういう使い方が自分の中では一番いいのかなと。で、えー、まあ、M5M5 でもさ、このフリップみたいに使えるけれども、ちょっとこの筆記面積が足りない時も、やっぱり正直あるわけじゃないですか。で、足りない時は足りない時で、こういうね、M5 スクエアのリフィルとかもあるから、そういうの活用していけば M、M5M5 でなんかいろいろ書けるし、活用できるなっていうことで、今ね、もうね、あの、M5 とね、 えーと英語をね両方使いしようと思っていろいろ画策しております。この色使いかわいいね。このなんか春っぽくねこのピンクとさビタピンのこのピンクちゃんとさこのマイミクさんのさこのラスターのカラーね。 こんな感じのね、で、2冊使いでちょっとやっていこうかなとは思っております。で、さっきも言ったけれども、このお弁当箱のね、ランチの、えっ、ー、と、ランチボックスゴムバンドみたいなね、そういうのはセリアで私は買いました。もしかしたらダイソーとかね、他の100均にも売ってるかもしれないけれども、これを買いました。で、えっ、ー、と、ミニロクとか、あとバイブルとかね、 の使ってるの、ミニ六とかバイブルのノートタイプの、えー、システム手帳を使ってる皆様、ゴムバンドを探してる皆様。まあ、B、あバイブルになると結構 B6 っていう表記でゴムバンドとかね、打てたりとかするんですよ。それこそ、まあ、B6 のさ、えー、閉じ手帳とかね、スケジュール帳ってユーに溢れてるじゃないですか。なんで、そういうものを、えー、と、か、あの、活用するために、そのゴムバンドにペンケースが付いたりとかね、あとはなんかオシャレなゴムバンド、 えったりとか、か m 6にか m 6じゃなくて、えっ、ー、と、B6 サイズと表記されやすいバイブルに関しては、バイブルに関しては、そういうゴムバンドはね、充実してるんですけれども、ミニ6ってね、結構その中な,なかったりとかするのね。ただ、そういう方々に、えっ、ー、と、今回ね、えっ、ー、と、メモリストから新しくゴムバンドの、えー、アイテムが出たので、今どうだろうな、今売り、 売り切れてるものもあんのかなちょっとそれちょっとサイト見て見てほしいんですけれども、えー、メモリストっていうね、えー、私が昔からお世話になってるね。もともとなんかすごい、あの柄の入ってるさ、手帳ね。本川とかではない柄が入ってる手帳を、えー、作っていたメーカーさんなんですけれども、そのメーカーさんが、えー、と、去年あたりにネオシステム手帳っていう、合、え、否、ー、合否、合否 うんと、花本側ではないんだけれども、え川っぽい素材に、すごい、総柄のプリントを施した、ネオシステム手帳というラインと、あと、今年になってからね、あの、デュオシリーズっていう、なんか、シンプルなね、ラインね、もう何にも、 あの、絵とか何にも入ってなくて、メモリストのコンパスのロゴがね、入ってる、すごいシンプルな、ね、手帳をね、あの、発売したんですよ。それはもうほんと手帳としても使えるし、バインダーとしてもね、使い、バインダーとして家置きで使ってもいいし、みたいなね、タイプなんですけれども。 それが、えっ、ー、と、デュオシリーズに関してはノートタイプのものになってて、で、ノートタイプの手帳に合う、そのシンプルなデュオシリーズに合うような、ちょっとここに柄が入ったね、ゴンバンドがね、発売したんですよ。それはもうメモリストの、えー、アカウントですね。インスタグラムのアカウントを見ると、もうそちらの、なんていうの、商品説明とかね、いろいろ出てくると思うんで、そちらをね、ぜひぜひ見てみてください。だから、ミニ録でゴンバンド探してる方はね、えー、そのデュオシリーズの、えー、ゴンバンドを使って、 使うと結構ドンピシャなんじゃないのかなと思っております。まあ、手帳のさその形状によってね、例えばそのビタリーダーすごい皮が柔らかいからさこういう風にね、ゴンバンドすると大体これでキュッて折れちゃうね。で、あとハードな皮とかでも。 見た目はね、全然なんていうの、そのゴンバンドに負けてないぐらい皮が硬そうに見えても、それずーっとつけとくと結構この癖ってほんとつきやすいから、からゴンバンド使う際には、そういう癖がもしかしたらついてしまうかもしれないよっていうことも、えーと、ちゃんと念頭に置いてね、使ってあげてください。ただ、すごい便利です、やっぱり。なんかをまとめるとか、ノートタイプってのさ、えーと、 メリットとしてはさ、すぐ開いてすぐ書くことができるっていうのがさ、すごいメリットとしてあるんですけれども、あとやっぱり他のね、ベルトとかと比べて、ベルトがついてたりとか、スナップボタンがついてたりとかね、そういうシステム手帳と比べて、やっぱ革の、革がさ、結構タイトリフィルに対しての表地とか裏地、この、ここら辺がね、このね、革がね、ジャケット本体がタイトルに作られたりとかするので、なんで持ち運びっていう点ではね、やっぱり M5 サイズだったら、 M5 サイズだったらノートタイプの方がやっぱりちっちゃいしさ。このヘッジーズのコージマンと比べるとちょっとあれだけれども、同じね、こんな M5 でもね、サイズ感の違いとかっていうのは結構あるので、こんな感じで。まあビタピンこうやって見るとでかいけどね <laughs>。これがね、ノックスのピアスでしょ。 ピアスで、こちらがアシュフォードのピーあ、アシュフォードの、えー、とビタリータのピンクで、こっちがアシュフォードのヘリテージのコーチマンなんですけれども、M5 サイズって言ってもさ、やっぱベルトタイプ、ノートタイプ、スナップボタンタイプいろいろあって、もう本当にね、大きさもそれぞれなので、それもの合うか合わないかね、それはもう実際ね、見てみてください。 もう実際見れない人もさ、オンラインストア行けば、どのくらいの大きさでっていうのは全部書いてあったりすグラムとかまで書いてあるんで、それもね、合わせて見てみてください。で、昨日ね、ダイソーで買ってきたのそれだけじゃないの。それだけじゃないの。あのね、これ見て。<laughs> ブルーロックを大人買いしてきた私。で、えっ、ー、と、今日のね。 えー、ページに行きたいと思いますが、ちょっとですね、ダイソーで買ってきたものをね、紹介しちゃおうね。あ、今日から3月1日ですね。今日から3月1日だって。よいしょ。あ、そうそう、昨日さ、インスタグラムにもすごい不思議なことを書いたんだけどさ、あのー、昨日ね、<laughs> 夢にさ、ぬらりひょが出てきたって言ったじゃん。 で、ヌラリヒョンが出てきたっていうことをさ、こう動画で喋って、その後の手帳タイムとかで、あそういえばなんかヌラリヒョン出てきた出てきたんだけれども、その外見のね、見た目ね、見た目がさ、すごいさ、目ん玉とか黒目がちでね、宇宙人みたいだったなって思ったね、思ったわね。書きながらね、そのリフィルまとめながらさ、思ってたわね。 そしたらさ、こういう、こう思ってたんだけれども、そしたらさ、いきなりさ、なんかさ、頭の中にさ、40日、禁欲、ステージアップみたいなね、メッセージがパーってね、パーってなんか来て、それまあ、メッセージっていうかさ、なんか頭の中に思い浮かんだ言葉っていうのそれで、なんで、それで、それが気になってさ、なんで40日なんだろうみたいなね。 でもなんか禁、金、金翼つってもさ、金翼のその前にさ、なんで40日なんだろうと思ったら <laughs>、ここ見てこの興奮冷めやらぬ感じでさ、頭に40日、金翼、次のステージみたいなこと浮かんで、40日何の数字なんだと思い一応調べてみたら、なんとね、あの、キリスト教で、レントっていう、なんか、金翼期間みたいなね、あの、あるらしくって、その、修業所の監修みたいなね、 のであるらしくて、なんかそのレントっていうのが、その灰の水曜日からイースターまでの日曜日を除く40日間に禁欲するっていうね、慣習の一つらしいんですよ。ただ、まあ、最近は、あのー、欧米とかだと、その宗教とか全然関係なく、何か一つをやめるための、 ええと、機関として、個人的レントを設けてるっていうね、人も結構いるらしくて、その、なんか、禁欲ってさ、別になんなんていうの、その、限られたものじゃなくって、例えば SN、SNS 見すぎるのをやめたいとかさ、あと、スマホ触る時間を減らしたいとかさ、あと、うわかりやすいところで言ったら、ダイエットとか、禁酒とかね、禁煙とかね、そういうところだと思うんですけれども、そういうのをな、なんていうの、あ、取り入れてるね、方々がたくさんいると。 で、えー、じゃあ私も、もうそ、もう昨日のさ、28日のさ、時点でさ、火曜日じゃん。で、このレントっていう期間が、灰の水曜日からってことなんで、まあ2023年のね、今年のレントに関しては、もう2月22日から始まってるんですよ。2月22日から4月6日らしいんだけれども、もう昨日なんかそのメッセージが降りてきて、 じゃあ、明日3月1日水曜日じゃん。じゃあ明日からちょっとやってみようということで、今日から私は禁欲をしています <laughs>。禁欲って別にね、あのー、皆さんね、人それぞれの禁欲があると思うからさ、私は私のものがあるし、あなたはあなたのものがあるしっていうことでね、えーと、いろんなものがあると思うんですけれども、なんかね、40日間ね、 えっと、やると、そのね <laughs>、まあレントっていう期間で、レントっていうね、期間があったってことが、すごい驚きなんですけれども、とりあえずなんかそのさ、40日禁欲、次のステージみたいなね、メッセージだったんで、えっと、40日間ね、禁欲してみようかなと思います。なんかさ、これさ、なんかメッセージうんぬんとかってさ、いろいろ皆さんになんか言うけどさ、そういうのってさ、多分誰にでもあんのよ。なんか、直感のひらめきとかあるじゃん例えばなんかひらめきでさ、なんかのアイディアが浮かんだりとか、なんかどこどこ行ってみたいとか、なんかそう、パッてひらめき とすんんじゃんただ、それをさ、あの、自分の思考でさ、いや、でも今時間ないしなとかさ、いや、でも今日予定あるしなとかさ、でもなんかこれやるよりも先にこれやった方がいいなとかさ、そういう思考で書き消してしまうんですよね、多分大半の人はね。 私の場合はなんかもうそういうさ、なんか直感みたいなのがあったら、はい、もうすぐやりますみたいな感じで、すぐ実行に移すからさ。だから昨日も結局、なんだろう、そのメッセージあった後に、なんかその神社さんね、この間さ、えっ、ー、と、行った子供の頃にさ、よく遊んでた神社さんが、あの、パッと思い浮かんで、 あ、これも行けいうことやなと思って、で、その次にお墓参りみたいなね、感じのね、ポンポーンってなんか、連動してこう、ビジュアルがバババーンって来たんで,で、そしたらもう、これ行くしかないってなって、午前中に、あのー、チャリでさ、<laughs> チャリで神社さん行って、で、その後お墓参り行って、その後チャリ掃除するっていうね、昨日も最高のプランでしたね。もう、ここら辺にもう全部書いたけれどもさ、すーごい最高のプランでした。でも皆さんもね、なんかそういうのって絶対あるからさ、その直感でね、直感でなんかいろ感じたりとか、な 言葉が出てきたりとかね。そうだって絶対あるから、それをさ、素直に受け止めるかどうかの違いだとは私は思いますけどね。 そういうね、なんか特別なことじゃなくて多分誰にでも降り注いでるんだ。ただそれをキャッチして実行に移すかどうかは自分に委ねられ、委ねられちゃってるから、それをね、えっ、ー、と、やるかやらないかだけの違いだけで、私はもう完全にそういうさ、パパパパーンとかさ、そのビジョンがパパパパーンって思い浮かんだりとか、メッセージがポーンって来たりとか、そうすると、もうそれはもう完全に自分がね、えっ、ー、と、今、 生活していく中で意味あることだと思ってるから、だからなんか昨日もさ神社行ったりとかさ、お墓参りしたりとかいろいろやってたんですけれども、皆さんもぜひね、自分のね、直感に従ってくださいね。なんか、例えば、その、ま、どっか行きたいとかってなるとさ、あーと、それがね、近場だったらもうすぐ行きゃいいんだけれども、例えばちょっと遠かったらね、遠かったらそんなすぐさ、 あの、うーんと、そう、言うてもすぐ行けなかったりとかするじゃん。まあ、行ける人はね、行ってほしいんだけれども、言うてもすぐ行けないよっていう人は、ただ、そのち近くのね、場所について調べるとか、そういうことはできるからさ、なんか,かしらの行動するっていうことはね、大事なんじゃないかなと思う。せっかくそうやってさ、なんかひらめきをさ、振らせてくれてるのにさ、それが最初がさ、意味がわからないひらめきだったとしても、後々考えたら、これ、この行動が繋がってたとかね、そういうのあったりとかするからさ、よい,いしょ。 なんで、ぜひぜひ皆さんもね、自分に降り注ぐね、そのメッセージをね、えっ、ー、と、キャッチしてね、ぜひぜひ実行に移してみてください。ということで、ちょっと昨日買ったやつね、だから英語だ、英語だとさ、何がいいってこういうことできるんだよね。なんか買ったものに関してさ、こう普通に貼ることがね、できるっていうね、テープのりで無理やりビニールを止めております。<laughs> これを止めて、これちょっとね、あれで補強した方がいいね。 普通にスコッチのこのメンディングテープで補強した方が絶対取れるわ。 だそれはさ、その、さっきのね、メッセージ運動みたいなね、話の続きになっちゃうけれども、例えばなんか欲しいものがあったとかさ、そういう時とかでもさ、その欲しいものがあった時に、なんか悩んだりとかね、した時は、そのビジョンをね、こう思い描く、自分がそれを使った未来、どんな風に気持ちが変わっていくのか、行動が変わっていくのかっていうのを妄想してみるんですよ。で、えっ、ー、と、その妄想した段階で、 えーっと、すごい、なんかめっちゃワクワクするとか、すごい楽しい気持ちになるとかね、そういうのがあった場合は、それはね、買って全然 OK なアイテムだと私は思ってるので、大抵としては買うときね、まあ、直感で、あ、これ欲しい、買うみたいな感じになるんですけれども、あの、もし迷ったときね、迷ったときは、じゃあそれを使って、どうなるんだろうなーって想像してみたりとかね、よくやります。 もう直感でこれを買うって決まってたとしても、これ買った後の自分はね、想像しがちですね。しがちです,ですね <laughs>。よくね、やる。そういうのがね。 で、えー、っとね、昨日ね、こういうね、歌詞のしおりとかね、昨日文明堂の中お越しをもらったので、文明堂の放送紙についてたこのシールとかもね、綺麗に引っぺがして貼ったでしょで、この歌詞折りとかね、確かもう歌詞折りはね、あの歌詞の中に入ってる、その会社の遠隔とかさたまに書いてあったりとかするんじゃんで。そういうのとかもさ、読むのめっちゃ好きなの。だからこういう風に取っといてあります。でさ、まあ、ここら辺までのサイズだったらまだ M5 に入らないか。 M はちょっと飛びれるか。こういうのさ、貼るとかね、そういうのを考えると、英語サイズって非常に便利なんですよね。で、ここに、えー、っと、付箋でね、ちょっとなんかいろいろちゃんと書いておこうか。なんで、なんでこれを貼ったのかっていうね。なんでこれを貼ったのかっていうのね、付箋にちゃんと書いておこうかなと思います。で、確か、この、この付箋に関しては、 万年筆のインク、全然歯が叩かなかったと思うから、えーと、ボールペンじゃないといけないね。ボールペン、ボールペン、よいしょ。ペンケースを出し入えーと、桜ク,クラフトラボに出る。あ、ね、そういえばさ、桜ク,クラフトラボって言えば全然関係ないんだけどさ、あのなんかさ、 なんかまたボールペンさ、桜クラフトロボじゃない。あの、桜ク,クレパスから出るんじゃなくて、あの、よくさ、なんだっけあのボールペン。うーんと、忘れちゃった。このさ、ここに入って、ここにさ、シルバーのさ、こうクリップがさ、こうやってついててさ、ついててさ、ここになんかエンついてて、こんな、こんなペンいっぱいあるよな。なんか普通に売ってるやつで普通に売ってるやつ。これね。<laughs> 忘れた。えーとね、ユニのね、 なんかわかんないけれども、それのね、あのー、太軸が今度出るらしいんですよ。な五百550円くらいだったっけな。昨日ね、なんか出てたから多分インスタ見てくれればすぐわかると思うんですけど、多分550円くらいだった。で、これが0.38ミリボールと0.5ミリボールで出ると。 で、このね、多分太軸のその感じがね、もうほんと桜ク,クラフトラボの003ぐらいあったので、まあ多分その素材的にはもう全然軽いものだと思うんですけれども、ただこれはね、ちょっとね、めっちゃ欲しいってなった。すごい可愛かった。あのパステルカラーのね、やつがあったんですけれども、その写真にバーンガンで載ってたのがなんか水色っぽいね、パステルカラーのものだったんですけれども、とりあえず0.38と0.5ミリの両方かな両芯でいろいろ出るのかなもうほんと太軸ですごいコロンとしてね、可愛い見た目だったんで、これいつ発売なんだろうね。 ちょっと詳しく見なかったから忘れたんですけれどもすごい楽しみですねただユニボユニのの何,何かっていうのを忘れてしまったんですけれどもあのすごい人気のやつね人気のボールペンですでこれね昨日ダイソーで買ってきたと昨日ダイソーじゃないセリアだセリアでゲットしてきたお弁当用のね お弁当用のゴムバンドと。他にね、多分ね、そのパンダさんと、パンダと熊の違う色パンダ。もうちょっと他にいたのかもしれないね。いた。いたよ。 ちょっと昨日あまりにもさ、そのさ、ピンクのクマさ、おこれビタピンに合うっていうね、思いが先行しすぎてさ、もう他のキャラクターね、何があったかっていうのもさ、そんな覚えてないんですけれども、とりあえず、いました。いました。なんか今回のその春さ、もうさ、ピクニックシーズンとかお弁当シーズンが始まるじゃないですか。外で食べるみたいなね、お花見とかね。そういうシーズン用に多分、そういうランチ系、ピクニック系のなんか特集が組まれてて、その中にね、あったんで、 多分それ、その特集フェアっていうかね、そういうのは多分全国の店舗同じだと思うんで、ぜひぜひ見てみてください。で、私は熊、ピンクの熊クを買ってきたと。ピンクの熊ゲットしてきましたと。いや、だからもう本当にさ、めちゃくちゃあってよかったわ、こういうふうに。めっちゃ可愛いよね。超可愛いよね。うん、ありがたいありがたいです。で、あとシールね。 シールがね、こんなね、なんか Y2K 的なね、こうギャル、ギャル的な昔の、この懐かしい感じですね。ギャルってちゃんと書いてあるわ <laughs>。ギャルってちゃんと書いてあった。めっちゃ可愛いよね。可愛い。 わあ、すごいもな、こういうさ、なんか、ラインストーンとかがね、めっちゃ流行った時期がね、すごいあったんですよ。あと、香水とかもね、特殊。今さ、あんまりさ、香水の特集って雑誌で組まれるどうなんだろう。なんか、あんまりそこまでさ、詳しくさ、女性誌をさ、そんなに見ないのでさ、よくわかんないんだけれども、今、組まれたりするのかな昔はさ、しょっちゅうあったんだよね、そのさ、香水とかね。もう、それこそセ、セレブコラボとかさ、そういうのがさ、めちゃくちゃ、 流行ってた時期だったんでもうほんと、ほんとにね、香水に関してはね、いろいろ出てたね。で、私はね、何使ってたっけな。私はね、あの、その当時からブリトニー・スピアーズ、ブリちゃんがすごい大好きだったんで、学校校生の頃かな中学生かなあの、キュリア、キュリアスだっけな <laughs> なんかね、ブリちゃんのね、コラボのね、香水をね、よく使ってましたね。 不思議な香りだったけど <laughs>。私はね、好きな香り。あとね、あの、侍とかね、めっちゃ人気だった。あと、あの、あとドルガバの、あの、青いやつとかね <laughs>。あれはすごい人気だったね。信じ、私もリピしてましたよ。リピしてましたけれども、すーごい人気だった。なんていう名前か忘れた。この、なんか、前も動画でこの話したよね。あと侍とかもすごい人気だったしね。 あと、エンジェルハート、エンジェルエンジェルハート <laughs> そんなのもね、すごい人気でした。で、これね、あのギャルチーやつね、それ懐かしいね、このね、携帯ね、携帯とかもね、この二折りのパカパカ携帯と、あとこういうね、これもあったね、こういうやつね、ずんぐりむっくり系携帯ね、 ちょ、なんかまあさ、私たちの、私の頃はもうほんと二つ折りのね、えっ、ー、と、携帯とかがね、めっちゃ流行ってて、あ、まあもちろんこういう形もあったよ。もちろんこういう形もあったんだけれども、こういう形でさ、au とかはさ、ブランドコラボとかも出してたと思う。多分、ココルルとかセシルマクビーとかね、そういうブランドコラボとかも出してて、携帯市場は非常に盛り上がってた時期ですね。ただ今と違ってさ、携帯ってそんなに高くなかったからかさ、 だ高いって言って、だって安いやつだったら1万ちょっとで買えたんじゃないかなどうなんだろう多分ね3万ぐらいで普通に買えたと思うよ。今さ iPhone とかになってるとさ、普通になんかパソコン1台買えるぐらいの値段になってくんじゃん下手したら中古の車の方が安いぜ、みたいなさ <laughs>、感じだと思うんですけれども、昔はそのね、携帯はね、パン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 なんかしょっちゅう新作が出てたっていうイメージなんで、なんで1年に1回は必ず買えてましたね。 相棒だね、これはね。<laughs> 完全にそれですね。このね。こういうなんかギャルチー可愛いシールが売ってました。ただ、私が見かけたのはこの2色展開だけだったんだよね。もしかしたら他にも、えっ、ー、と、種類があるのかもしれないんですけれども、私が見かけたのはこんな感じのね、ものです。<laughs> うわ、MD がある。ね、見て、MD だよ。<laughs> この風前の灯し火で終わった MD ね。 あと、スポーティーって言えばね、スポーティー系も流行ったね、スポーティーブランドね。あの、クレイジュとかね。あと、ピコとかね。<laughs> そういうのもね、めっちゃ流行りましたね。で、ここれ、洪水とか、放水瓶とか、そのままじゃんね。形。よいしょ。あと、この、ハイビスカスって言うと、アルバローザ思い出すしね。懐かしいですね。だからこういうのさ、作ってる年代とかもさ、きっと私と同じような年代なんだろうね。おそらく。 こう商品企画ね。今、携わってる人たちね。すごい懐かしいです。ありがとうございます。めちゃくちゃありがとうございます。よいしょ。てな感じで、こんな感じでね、かわいいシールがダイソーにありましたので、ぜひぜひ、ダイソーじゃないまたダイソーって言っちゃって、セリアにありましたので、ぜひぜひ見てみてください。で、プラスで、M5 のノートタイプ使ってる方には朗報で、こういうコンバンドね、やつ、めっちゃええですよっていうことで、これね。 こんな感じで、ぜひぜひ見てみてください。ということで、今日は、えっ、ー、と、主にセリアでね、買ったものを中心にね、あと m 語と英語のね、活用の仕方、今後の私の活用の仕方とかをいろいろ話してみました。ということで、今日も見てくださり、ありがとうございました。またね、英語サイズも m 語サイズもね、両方使っていきたいと思います。ということで、今日もありがとうございました。で、明日お会いしましょう。バイチャー